はい、どうもこんにちは、ここから始まるということはあれです、テイク3です。むずいよこのダンジョン。ちょっとね、趣旨を変えてというか、結構このアルテミスがね、火力出るんでプレイヤーよりいいかなと思って、今回ヘララッシュですが、このアルテミスリラフレで挑んでおります。ただね、今2連敗中ですね。ちょっと1個ひどかったんだよね。最初はゼウス&ヘラか、あそこ挑んだ時に、あそこに到達した時に水ドロップがなくて、そのまま、ゼウスブレードからのギガグラビティで押し負ける。でその次がイースがね、ひたすらねバインドと、あのイース何だったかな、何があったんだったかな。2回目ソニア、最初ソニアを入れてたんですよ、もう一つのアルテミスの枠に。でそこでソニア入れてたもんで、耐えたし、あ死んだし。でソニア入れてたもんで封印が 80% でね、それ受けちゃって、ここで、でそこからミカエルでバインド回復しようとかうーだこうだやってる間に、そのどんどん回復とか闇をねこいつが水に変換してきてね、積んだっていうね。だから3回目でちょっといちいちパーティー構成喋るのめんどくさくなって、今ダンジョン侵入とかから撮っておりました。はい、なんだかんだここまで来てしまいましたね。で、パーティー構成としてはフレイヤーはもうなしですね。ゼウスヘラ、ゼウス&ヘラ以外は全然アルテミスの倍率で押し切れると思うので、マキナだけですね。まあ、やっぱ指を見てもね、マキナの方が入れやすいんだよね、フレイヤーより。まあ、列的な意味とかではね、フレイヤーの方がいいんですけど、やっぱここぞという時に使えるからね。でここのねデブちゃんが結構貫通しづらい、2列プラス1コンボぐらい欲しいんで、これなら多分倒せると思います。 OK、 おいいね。さっきのね2回はね、まあ、動画にはなってないんですけど、比較できないほどサクサク進んでおります。でここはね光が消えないように頑張らないといけない場面ですね。アスタロとはね、やっぱね右に持ってきたくないんだよ僕だって。だけどね、だけどこの構図がやっぱさ、どっちだろう、僕たちから見て左を向いてるんで、やっぱね右に持ってきたくなっちゃうよねっていう、僕のただの、なんでしょう、ただの僕の好み趣味っていうかさ、そうなっちゃう。OK、 緑の状態で倒すことによって、光が弱点で通りにくくて水でなんとかできないかみたいな。あーでも水は逆に半減か、どっこいどっこいですね。光が消えてしまった、大丈夫でしょうか。ダメみたいですね。あー痛いな。4万、まあそうか、ゴッドラッシュのディオスもそんなもんですよね。とりあえず光が降ってこないように控えめなコンボで倒しておきます。 OK、 もう落ちますね結構、さすが 1.5 倍、ささやいていく、アップね。これミカエルがね封印受けてる、ミカエルがバインド受けてることによって 80% でね被弾するみたいなことが僕のチャンネルではありえますから、うん、むしろ今のは奇跡ね。さあここは一旦守りをしてもらって、ミカエルで回復してから突破しないと次の先制で負けるんで、できればこれで回復プラスワンパンしておきたい。ワンパンしなくてもいいかな、ギリギリぐらい耐えていただいて、コンボ吸収は頑張るとして、そこで回復ちょっとね時間稼いでしたいですね。どうでしょう、むずいんだよな、回復してえし水消してえし列組みてえし、これ下手したら死んじゃうからさ、回復もちゃんとしておきたいんですよね。水の位置がやらしいけど、下でとりあえず組んで、下で組んでからこう横に行っての回復、まあ3分割とはいきませんでしたが、とりあえず先制耐えるだけの HP は確保できたでしょう。あ、普通に耐えましたね。よしよし、じゃあ思いっきり回復しましょう。先制4万2000とかだったかな、確か一回見たんだよねさっき、ゼウス&ヘラまでは行ってるんでね。で6万まで行ったんで、これで下で列組みやすそうなんで、列組んで倒していきたいと思いますが、
まあコンボ吸収あるんだね。ウェイの方がいいでしょう。倒せるかな。ウェイは完全にテニスしかいないんですけど、いけました。さあ先生は 42,000 で合ってるのか。危なかったですねさっき倒してたら耐えれなかったよね。逆にじゃあそれは助かった。でここウェイウェイでも別に大丈夫だと思います。じゃあ500万とかね、500万とかはどうってことないんですけど、ゼウス&ヘラさんは確かね1000万ぐらいあった気が死んでもないんでね、ここはアスタロト使って反撃で倒していきたい。水がないですね。水がないとなるとこれは回復もないので、とりあえずね削っては見る、たくさん消す。で回復の落ち込ん来るか、もしくはギガグラビティ押してくれると延命できますね。髪を整えるみたいな技があるんですけど、それはまだ来ないと思うんで、とりあえず ギガグラ待機。回復は来そうで来ない。頼む頼む頼む。ゼウスブレード、あ、ブレードでよかった。ゼウスブレードからのオッケー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 。よしよしよし。でこれでマキナ使ってアルテミス使っても倒す。うん、ちょっと不安だけど倒せるでしょう。水もあるしね。これ神の雷だと真ん中もうズバッとやられちゃうんで、逆にこれはブレードで助かりましたね。さあ2列組んでいきたいが、コンボ吸収もあるんでやっぱこうするしかない。落ち込んこない。耐えた。眼光からの、あ、そうかそうか。あ、じゃあこれもアスタロト連れてきた意味アスタロト頑張ったの。最初のね、ウルズをカウンターで倒したぐらいになっちゃった。むしろね吸収しちゃったとこもあったからね。ここは別にまあでも削りすぎても怖いからアスタロト折った方がいいと思いますけど、いやーまあとりあえず勝つことはできました。いやーきつかったな、なかなか。うん、まあここは普通にフレイヤーとかスクルドね、サブじゃなくてフレンドでもいいと思いますね。はい、何気にゼンドロでございました。はい、次回は、ノルディス頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。